シンガポールライオンズ12とはマレーシアサッカーリーグに加盟していたシンガポールのクラブチームである。シンガポールはマレーシアサッカー協会が1921年に結成されると同時に同協会が主催のリーグ戦にシンガポール FA というクラブチームで参加。マレーからの分離、独立後も継続参戦を続け、1994年にはリーグ戦と マレーシアカップの2冠を成し遂げるなど、マレーリーグの競合として知られていた。しかし、八王朝疑惑などでその年を最後にマレーリーグから追放される。その後1996年に自国の国内リーグとして S リーグが結成。現地のマレー人のチームだけでなく、中国人、日本人、日系人、アフリカ人等のクラブチームが加盟して、リーグ戦を行っている。 そんな中の2011年7月にシンガポールの地元新聞がマレーシアリーグにシンガポールのチームが復帰と報じた。これはシンガポールサッカー協会とマレーシアサッカー協会が23歳以下の若手を中心として互いの国のサッカーリーグに2012年から参加させるというものであった。そこでシンガポールサッカー協会がマレーリーグ復帰に際し、 ライオンズ12を結成することになった。チーム名は結成年度の2012年であるとともに12番目のフィールド選手であるサポーターと一体となってチームを盛り上げるという意味が込められている。当初はシンガポール在住マレー人を中心に23歳以下を原則とするもののオーバーエイジとしてフィールドプレイヤーについては5人までの24歳以上の選手 また外国人も2人までとする方針だったが、S リーグに参加する同種子のヤングライオンズも原則23歳以下で構成されていることや、シンガポールでは20歳前後は兵役義務の任務が必要で、兵役者はチーム参加の場合、関係当局の許諾を得なければいけないため、23歳以下だけで結成するというのは困難であるとして、 フィールドプレイヤーの上限を28歳に引き上げた。なお年齢制限、国籍条件こそあるものの、S リーグのヤングライオンズや、マレー協会が S リーグに派遣した、ハリマウムだと同じように、必ずしもその国の年代別ナショナルチームと同じでは、なく、あくまでもシンガポール協会が運営する若手、育成型クラブチームという位置づけである。 その結成最初の2012年は GK を含め、全員が28歳以下、そのうち23歳以下が17人を占めているが、外国籍選手はいない。また、大半の選手は S リーグの所属チームからの移籍などである。なお本来スーパーリーグの成績会にチームは、マレー2部のプレミアリーグに自動的に降格するシステムであるが、 ライオンズ12については少なくとも2015年までの4年間は広角条件の成績で終わったとしてもスーパーリーグに残留することが取り決めとして決定している。しかし2015年11月にマレーシアサッカー協会はシンガポールサッカー協会との次年度以降のチーム派遣をしない方針を発表し、それに伴ってシンガポールライオンズ12は マレーシアスーパーリーグからの撤退が決まった。これによってチームの解散が決定、所属選手が S リーグ内のチームに移籍する場合は、その給与は維持されることとなった。実際、S リーグにもホームユナイテッド、警察、消防主体、シンガポールアームドフォーシズ FC、軍隊主体といった兵役者が参加できるクラブが存在する、ハット。 ニックフィックライオンシーウィルノットテイクパートインエムリーグフロム2016ゴールドットコム2015年11月30日閲覧ありがとうございます